いや、皆さん元気されてますが、うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、ついに、うさぎさんの方にもですね、あれが来ましたよ。飯山さんと百田さんが決裂するっていうね、コメントいただきましたよ。あともうちょっとで、なんか、内紛が始まるんだよ、みたいなね。もう爆発するぞ、爆発寸前だ、みたいなこと言ってるんですけど、マジでって思っちゃうんですよ。何を見て爆発するって言ってんだろうな。俺なんかそんな兆候全然見えないんだけどね。大丈夫だと思うんだかな。まあ、どういうふうに思ってるのかわかりませんけどもね。はい。ということで、次期衆議院選の関係でございます。政党議席予測ということで、まあ、日本保守党ね、2議席取るんじゃないかということで言っております。あとちなみに言っとくけど、有本さんも、飯山さんも、多分、なんていうのかな。百田さんもね、わかってるとは思うんだけど、もしここで、例えばなんだけど、東京15区補選で衆議院ね、衆議院の東京15区補選に出てくれて、4位までなってくれた飯山さんを切るっていう選択肢は、僕からしてみたらないと思いますよ。あそこまで一生懸命頑張ってくれた人を、まあなんていうか日本保守党の中で、ちょっと申し訳ないけどっていうことで切ってしまったら、まあどういう風になっていくのかぐらいはですね、皆さん分かってほしいなっていう風には思います。はい。だってもう支持者の数を減らすでしょ。そんなことやったら。ね。だから、百田さんも有本さんもそこはちゃんと分かってると思うので、僕は切る必要性がないところで、なんで切るだ、喧嘩するだっていう風にね、話をしてるんだっていうことですよね。まあそこちょっと気になるんですよね。アンチの人たち。なんでって。いや、そうでしょ。いや、日本保守党をこれから伸ばしていかなきゃいけないのに、なんていうのかな。いや、お願いできますかって言ってお願いしてもらった人で、まあ、一生懸命頑張ってもらって良いんでね。なんていうのかな。まあ、いわば、なんていうか落選してしまったんだけど、もう2万票取ってるわけでしょ。どんだけ頑張ったよって話ですから、なんか、そんなことないんじゃないかなって僕は思っちゃうんだけどね。はい。ということで、まあ、なんか政党予測の関係でございます。まあ、なんかね。日本保守党はもう2議席獲得される可能性が高いということでございます。で、与野党対決となった静岡県知事選からね、始まっていくんですけれども、まあ、立憲民主党ですね、国民民主党が推薦したですね、前浜松市長ですね、鈴木さんと、自民党推薦の元副知事の大村さんですね、まあ、破って初当選と。まあ、もうこれはもうなんとなくわかりますよね。秋田方市の石丸市長も全く同じことをやってね、なんていうのかな。まあ、いわば、当選してるわけですからね。な、簡単に言うと、まあ、川勝知事自体がですね、まあ、そんなにね、ネームバリュー的にもですね、評価高くない、まあ、県知事だったわけですよ。まあ、それこそね、浜松がなんかお米がどうたらこうたらとか、農業やってるやつ、人は、まあ、なんか知能が低くて、なんていうかな、県知事に、まあ、就職する、まあ、県庁に就職する人たちは知能が高いと。ね、そんなことを言ってる人たちですよね。で、まあ、そういうことを言ってる人の副知事だったんだから、まあ、正直な話、だって俺、正直言うよ、もうこれ、めっちゃ嫌なこと言うかもしれないけど、まあ、川勝知事になったことによって、静岡県民は、例えばなんだけど、税金安くなりました。いや、シンクタンクなんでしょ？ね。で、静岡が、まあ、突っぱねてて、結局、なんていうのかな、まあ、全、都道府県が、リニアモーターカー開通に関しては、すごい前向きにね、いや、私たちもやりますから、協力しますからって言ってて、川勝知事だけが、静岡県で、いわば、リニアモーターカーの開通に対して反対してて、やって、俺はリニアモーターカーを止めてんだってやってた人ですよ。はい。どこにこの人を推薦する理由があるのよ。自民党。っていう話なんですね。いや、おかしいでしょって。僕言いましたよね。愛知、大阪、東京が、もう日本の三大都市になりますよ。今もそうかもしれないけど、もっともっとすごいことになるんだよって話をしましたよね。リニアモーターカーで、大阪、愛知、東京間ね、2時間とか、そのレベルで、あれですからね。なんていうのかな。時短になるわけですからね。もう本当にすごい、2時間だよね。2時間ぐらい。もう本当に時短になっちゃいますよって。そのレベルなんですよって話をしてるんですけどね。なかなかね、まあなんか、大観光都市になってもおかしくないレベルなんですけどね。って思っちゃいますよね。はい。ということで、岸田文雄さんはね、自民党としてはですね、4月の、ね、衆議院の発散当選に続いて、敗北と。今後ですね、政権運営にね、打撃がなりそうだということで言っております。で、日本と今とね、国際状況が悪化する中ですね、政権継続に意欲を燃やすですね、岸田首相に関してはですね、9月の関係、自民党総裁選で再選するためにですね、衆議院の解散総選挙っていうのをね、大勝負を打ってくるというのは、憶測は絶えないということで、まあでもさすがにちょっと無理なんじゃないですか。もう自民党の中でも、なんかいろいろと、言われてるっぽいです。はい。岸田さんもうダメでしょみたいな感じのね。なんかもうそういう感じになってきてるっぽいので、まあ多分なんだけど、9月の総裁選はまあ、まあ出るは出るかもしれないけど、まあ次新しい顔になるんじゃないか。でもそうなってきたら石破茂でしょ石破茂さんでしょゲルでしょうん。
ちょっとそこが難しいよねっていう風に思っちゃいます。はい。ゲルになって、じゃあ、自民党にまた政権をね、与えて、減税になりますか？もう税金払わなくていいとこが起こってるんですよ。ていうかもうなんか、もうそのレベルだよね。だって意味わからんくね。森林なんちゃら課税ってなんなんって僕は思っちゃう。あれ、何のためにあるの？いや、結局環境とかどうたらこうだって言って、環境と税金が繋がる理由が全然全くわかんないんだけど、俺の中では。ある？なんかさ、健康保険料もさ、どんどん上がってってるじゃない。いや、だから結局さ、俺たちが健康保険料をぐーっとね、払ってたことによって、ね、今までの年金支給下がったりとかするようなことしちゃったら問題があるわけなんだから、そこちゃんとやってよと。ね、社会福祉に使われていますって、茂木さん言ってたけど。嘘や。もう本当に。消費税とかもね、社会保険料がどうたらこうたらとか、あと、木原誠二が言ってましたね。消費税減税って言ってたんだけど、消費税減税するときに、値札の交換とか、なかなか難しいものがあるって。いや、それだったら、お前、増税したときにも同じことが起きてるだろうが、つって。ふざけんな、マジで。思ったんですね。なんか日曜討論で言ってましたね。なんだっけ。減税をしてしまうと、スーパーとか、その他もろもろのね、店舗型のところで、値札を変えんといかんと。値札変えるってなったら、まあ、なんていうかな、その店舗が、いろいろと文句が出てくる。いや、違う。何を言ってるんですか消費税減税したら、物いっぱい買ってくれるんだから、ね、スーパーとしては、内需が上がるわけでしょ？消費税減税するってなったら、今まで買えなかったものが買えるようになってくる世帯が増えるわけじゃないですか。内需増えるでしょ？もっと言うよ。消費税ってさ、例えばなんだけど、大企業のね、例えばなんだけどね、大企業とかが、自分今までね、工場に新しいものをね、導入することができんかった。だけど消費税が、まぁ、ちょっと下がったりとかね、例えばなんだけど、今日なんか買ったりとかするときに補助金が少し出てくるようになった。まぁ、消費税減税とプラスアルファ補助金でね、買いさせられてもらってるから、ちょっと工場の設備投資に10億円のもの買おうかとかっていうことができるようになってるわけでしょ？そうでしょ？今10億のものを買ったら11億ですよ。11億にならないと買えないってことですからね。普通に考えて。1億円税金でもたないんだよ。マジ意味わかんなくねえかって話なんですよね。もう社長が全然お金使わなくなったっていうのもあるしな。あと、僕ね、これちょっと有識事態だと思うんですけど、国税はな、パパカサ女子に対してはちゃんと課税していけよ、本当に。ほんと。何億も何億もね、なんていうかな、お金もらって、これ少なからず、お前所得税、所得税の関税、所得税の、関係で、行くべきでしょ？うん、事業開業して、なんていうのかな、自分のスポンサーがいてっていう話でしょ？俺からしてみたら、もうなんかパパ活女子はちゃんと摘発していかなきゃいけないと僕は思いますよ。うん、本当に。もう本当頼むぜ。女性だから税金払わなくていいなんていうのは、僕はもう全然真っ向から、反対しますからね。女性も税金払うべきです。ね、うん。ていうかもう、パパ活女子って多分確定申告したことないだろうからさ、ちゃんと確定申告をさせるようにね、促してください。国税庁ね、もっともっとね、だって、事業体のさ、1円の風靡でもさ、いや、ここに関しては重加算課税をちょっと適用しますとかね、言ったりとかするじゃん、あなたたち。だったらパパ活女子に対してもちゃんと調査しなさいよ。ほんと。何十億と稼いでるやついるぞ。ねえ。あと、あれだ。風俗店に対する、あれ、課税。もうこれもちゃんとやれ。ほんとに。現金受け渡しの関係で、もうどんだけ女の子たちが税金払ってない。もうこんなもう無茶苦茶やぞ、ほんとに。もうほんとそこに関してもね、税金をちゃんとね、支払わせるようにしてほしいなっていうふうに僕は思いますね。うん、風俗店っていうのは、なんていうのかな、あれ、キャバクラとか、ホストとか、まあ、そこら辺ですよね。あと、まあ、飲食店もちょっと一部ね、現金主義っていうのをね、やってたりもするんですけど、まあ、そこについてもちょっと思うところがあります、僕もね。はい、ということで、現時点では衆議院解散した場合はですね、政党を別獲得議席予測をね、依頼しましたよと。松田さんに対してね、選挙プランナーの松田さんに対して、現時点での衆議院解散のね、予測をしてもらいましたと。で、政権与党に関しては自民党公明党ね、過半数割れに追い込まれてますよと。まあ、野党第一党のね、立憲民主党が躍進する結果になりました。ベストセラー作家のね、百田直樹さんが立ち上げた、日本保守党もですね、議席を獲得すると言っておりますと。
台湾環境の平和と安定、国際社会にとって極めて重要だということで、岸田首相はですね、まあ、韓国総理の初会談もどうでもいいんですけど、ここら辺は。まあ、台湾とか日本周辺でのですね、中国の軍事活動について、まあ、深刻な懸念を表明してますと。ただ、その、足元をぐらついたままですよね、と。報道各社の世論調査ではですね、岸田内閣のですね、支持率は下げ止まりの傾向があるけれども、LGBT 理解増進法の強化による岩盤保守層の離反だったりとか、増税、負担増税、負担増路線ですよね。派閥裏金事件によるですね、大逆風は収まらないと。岸田首相に関してはですね、22日の参議院予算委員会の関係で、まあ、今国会の最大焦点は政治資金規正法の改正であり、もうそこじゃないんだよ、マジで。そこじゃないの。もう何回も言うけど、そこじゃないの。政治資金規正法を改正することが私たちの目的ではないの。裏金事件、議員はみんな捕まってほしいの。だけど、検察庁も動かなかったし、警察も動かなかったでしょ？そこを僕たちは言ってるの。本当に。情けないぞ、岸田さん。本当。解散などは何も考えていない。何を言ってんだと思っちゃうんですけど。だが、派閥解散は突然ね、発表したように、衆議院の解散を狙っているという見解も根強いと言ってますが、派閥解散は自民党内部のことだから、もう総裁がメディアに向けてね、派閥解散しますって言ったら、それは別に派閥解散するかもしれないけど、衆議院の解散っていうのは、一議員のね、選択になりますから、総理大臣の、岸田さんに対して、まあ、従ってくれる自民党の議員が何人いるのかって話ですよね。衆議院の解散って。そうでしょ。内閣不信任案を通さなきゃいけないわけでしょそうでしょね。それを自民党の中で通さなきゃいけないんだから、衆議院の解散総選挙はないんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。派閥解散はね、別に自民党内部のことだからさ、メディアがね、派閥解散しますってメディアに対して言っちゃったら、もう自民党内部は、それは総理大臣のね、総裁ですよ。自民党総裁の決定なんだから、それに対して、まあ、その指示に従わなきゃいけないよねっていうふうに僕は思ってしまいますよね。はい。こうした中で、松田さんが解散総選挙を行われたケースでの議席を予測してもらいました。投票率に関しては2021年の衆議院のね、まあ、55.93% を下回り、50% 割れの想定と。皆さん選挙行きましょうね。もう何でもいいですから自民党を下ろさなきゃダメですよ。僕もちょっとね、最近ちょっと思ったのは、若い子たちに向けてね、やっぱね、選挙行きましょうっていうのをね、言えるようにしたいなっていうふうに思って、今からそれの準備をね、始めている感じでございます。はい。ということで、まずね、自在文夫さんですね、自民党ではですね、まあ、現有の、258議席からですね、53議席、減った205議席と、ね、予測だった。まあ、大統維持するが、まあ、歴史的な大惨敗である。松田さんに関してはですね、政治と金の問題が決定的と言える打撃であると。内閣支持率の低迷が続いた、ここ数ヶ月自民党の政党支持率も低下してきたのが危機的だったと。まあ、接戦の小選挙区ではですね、競り負けてる可能性が高まっていますということで分析されております。で、その次ですね、衆議院議員のね、まあ、委員会のね、委員長ポストを独占し、まあ、委員数っていうのもですね、野党を上回る絶対数である261は愚か、全、委員会の関係のね、委員長も出せるね、安定した244議席も失うと。まあ、もう国会運営にね、重大な影響を及ぼしそうですよね、と。山口さんですね、公明党に関しても、32議席から7議席減のですね、25議席と。ね、まあ、自公両立の関係、小選挙区でのですね、候補者調整などのですね、圧力が生んでるんではないかと。東京でのですね、協力解消が取り沙汰されてありますけれども、公明党が厳格な改革を求める政治の金の問題についても、二の足を踏む自民党と共和、まあ、いや、まあ、共和音がね、絶えないという状況でございます。どうなんだろうね。まあね、もう公明党もどんどんね、議席数は減っていくから、次自民党がやらなきゃいけないことっていうのは、自分たちでね、なんていうかな、まあ、真っ当に国民の方向を向ける政治家を選ぶことだなーっていうふうに思いますね。まあ、少なくともね、公明党自体は、議席数絶対減ってって、もうだってそうじゃん。もう創価学会員さんが、もう数が少なくなってき始めてるわけじゃないですか。もう年齢がね、かなり、まあ、ご高齢になってる方々ですよね。選挙に行くって言ったら。で、そのレベルの人たちが、まあ、なんていうのかな、選挙において、まあ、出てきてるわけですから。比例でも取りこぼしが出る可能性が。まあ、公明党は自民党への批判を浴びてますよねと。上昇とされた関西圏の選挙も苦戦しそうですよねと。比例でも取りこぼしが出る可能性がありますよねということで指摘されました。ね。で、日本保守党は2議席の確保の可能性です。この結果ですね、岸田さんの支出ラインである、ね、自公過半数ですね、233を割り込むという、見立てをね、出されております。233は、まあ、だったらまあそうだよね。233、
はできないから、やっぱ国民民主党か日本維新の会かどっちかと協力する。だからここに、例えばなんだけど、まあ、どこかが入ってくる可能性が出てくるわけですよね。支出ラインであった、どっかの政治団体、まあ、政党ですよね。国政政党と、まあ、この過半数であるところとね、ある程度合体しなきゃいけないよねっていう、まあ、この連立を組まなきゃいけないよねっていう状況になってきてるということですよね。一方、泉さんに関してはですね、98議席から151議席に、ね、躍進すると、過半数に及ばない見通しだったと。泉さんに関してはね、政権交代を求める声が高まっているかということで強調していますが、まあ、次期衆議院選小選挙区のね、立候補者は180人にとどまっておりますよねと。自民党のね、政治と金の問題に関する最中の、批判する最中ですね、まあ、幹部の政治試験パーティーの開催とか取り沙汰されているなどですね、お箱のブーメランが発動させてますよねということで、まあ、立憲民主党もね、問題がありますよねと。自公、与党がですね、過半数を割ったとしてもですね、野党側もね、塊として過半数が取れない、政治の金の問題とか、不祥事だったりとか、立憲民主党の対応がグダグダですよね、ということで言っておりますね。馬場さんに関しても、地方選挙に関しては躍進ブレーキがかかってますし、現有の41から45の獲得にとどまったと。いや、日本維新の会がね、なんで3議席も取るんって、まあ、4議席か、4議席も取んのって話ですよね。いや、万博の件と吉村提案を見たら、むちゃくちゃやろうとしてるの分かってるやないかって話なんですよね。大阪万博の批判がある中、議員らの不祥事もありましたよねと、一定の支持がある中でね、選挙を勝ちきれない、自公政権に変わってほしいということで、雰囲気はあるけれど、お膝元のね、近畿関西の以外のね、ところでは浸透できないよねということで、言われておりました、ね。確かにその通りだと思います。幹部のパワハラだったりとかね、まあそんないろいろと言っておりましたね。はい、社民党についても1議席まだ獲得できるということで、まあ、社民党なんでまだ100万人もいんのよっていう、そこが思っちゃうんですよね。まあ、ちょっと、おいって、まあ、普通、まあ、だってもう、ほぼ、社民党に関しては、あれなんですよ。福島みずほ党ですからね。もう、この人がいなかったらダメなんだよ。この社民党っていうのは。本当に。いつまであんだって思っちゃうんだけどね。まあ、はい。で、令和に関しては現有の3議席から6議席になりますよ。まあ、かなりちょっと独立した政治団体になってき始めてるかなというふうに思ってますよね。で、参政党に関しては、4議席獲得するなどですね、新興の、ね、勢力としてはね、定着していきましょうね、と。ただ、日本保守党が出てきたときに、まあ、どうなるかですよね。まあ、かなり、令和参政党、そして、ここですね、日本保守党ですね。まあ、2議席獲得の可能性があるという、4月の衆議院東京15補選に関しては、敗れはしましたけど、一定の票が獲得できることを証明しましたね、と。特に近畿とか東海とか、そういった大ブロックによればですね、比例の、議席を獲得するかもしれないと。ね、誕生的に間もないね、政治団体で組織的な選挙的にもね、選挙戦に関しても課題があるけれども、まあ、今後ですね、動きについてはすごく注目しているということで語って、2議席獲得したんだったら、まあ賛成と超えると思うし、それこそ令和新選組ですよね。令和新選組のあれを超えていくっていう感じになってきますから、まあ、なんていうかな、メジャーな政治団体として活動していけるようになっていくのかなっていうふうには思ってしまいますね。自公与党によってはね、厳しい予測になったんだけど、松田さんに関しては解散の可能性をどう見ているのかということでね、自民党総裁の解散する相当厳しい状況になりそうですよねと、自民党が起こる旧来からのね、支配層、支持層ですね。立憲民主党とかの、に投票することはせずですね、結果としては投票に行かないと。だから自民党に、まあ今までね、投票してた人が、例えばなんか自民党が問題を起こしてしまった時にどうなるかって言ったら、まあ自民党以外のところには入れたらまずいよねっていう風になって、まあそこからちょっと離れてね、投票していくっていう感じになっちゃうらしいんですって。で、そんなことあるって思っちゃうんですけど、まあだからそこがね、なんていうのかな。まあ言われるところなのかな。無効票を出す人の気持ちがよくわかんないんだよね。だから少なくともさ、まあ、自民党以外のところで一票入れられるところあるじゃないですか。いや、別に自民党に入れればいいんだよ。別に自民党に入れればいいんだけど、自民党以外のところにもさ、今回みたいにさ、まあ、不祥事を起こしてしまったんだったら、少なくともね、自民党以外のところに厳しい目線でね、一票投じるっていうこと、まあ、なんていうか、癖付けしなきゃいけないよねって。あともっと言うと、残りの 45% の人たちが選挙に行けるようにしなきゃダメだよね。いや、マジで。もう今のは、でも正直な話ね、今回の自民党の不祥事だったり、立憲民主党の不祥事によって何が表に出てくるかって言ったら、まあ僕はもう明確に答えが出てて、若い子たち、もう次多分こういう形で松田さんは、まあ投票に行かないんじゃないかみたいなこと言ってるじゃないですか。だから、
多少なりとも選挙に行くっていうことをね、していけば、若者の意見っていうのがある程度反映された政治ができるんではないかっていうふうに僕は思ってるんですね。だから別に僕はね、令和新選組でもいいのよ。だから頼むから若い子たちは選挙に行ってくれと。ね、参政党でもいいから。ね。ぜひ、まあ本当に、わかる子だったら NHK 党と日本保守党にね、やれた方がいいよっていうのを、まあなんていうのかな、言ってあげてほしいなっていうふうには思うけれども、まあまずは選挙に行くことがすごく大事なんだよっていうことはね、やっぱ言わせてもらわないと、まあ、これからどんどんじゃあ、政治に関わってこない、まあ関わらない、子たちを増やしていいもんなんかって話になってくるわけじゃないですか。まあそれはちょっと僕が望んでることではないので、皆さんが、ちゃんとですね、選挙に行くっていうことをね、癖づけしてほしいなっていうふうには思っちゃうんですよね。それこそ公務員の人たちなんていうのはさ、上司の人たちが選挙行ったんかとかって言われますからね。そこ大事ですよ。はい、ということで以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。